参りましょう。先攻ナインフォー後攻ユーマロー、レディーファイト。Yeah, 前回負けたね、ヒューマーロード。あの時はスモークテスト、マイベスト、スクスベスト、マイクテスト、スキルの高さ、ライカエベレスト、それか相模富士か敵討ち、なまり武士道のこの興味ならない、気持ちよく乗せてみたならいい、yeah. 後ろの金魚気になりすぎ、シャキラトラパ、閉じられて夢を見せるこのパ、リダルより楽しめてるこのハ、遠くより踊り見せるこのカ、死が可視化しだしたマイライフ、ただ遊んでいるあの日はただよれて記憶がなくなってなったが、俺のパッと弾き出してる肩、右肩上がりパフェと虹になるから、右肩上がりで右から左でのらりくらりとかいくらし、弱いものいじめみたいなバババタリじゃ仕方がねがタカタカタカ、やるのもいいけどグルービーなラップができるのはどっちの方か、でこっちもできる、でかこっちもできる、でかどっちもできる、でかどっちもできた方が楽しくない、どっちもできるけどしてないマネ、オリジナルから取ってくだけ、でかどっちに行ったって勝つか負け、吹っ飛ぶあれ女に金境界線、キックラインバッチリと決める、あんたも関係そのスキルで、いつまでたっても虹がかかるなら、この胸のペンも意味もわかるがな、虹なんかかかんねん、白か黒勝ち負けの一色、それにかける俺が境界線、今日はヤバい奴らだけ後悔ね、後悔ね、かませるだけ、てか患者ですいませんとかも言わねえ、だけど敷かれた境界線、音楽に境界線ある奴らはどう書いて、音楽は境界線じゃねえ、ヒップホップもレゲエもジャンル魂の名前だ、いつも通り弾き出す、これはまるでキスベビーみたいなスキルだぜ、誰が一番楽しめるのかとか、虹ねえとか言わないでくれよ、虹がかかれば意味もわかるな、雨が降らなきゃ虹はかけねえんだよ、終了、ナイスパニックでした。さあでは判定です、お願いします。どっちか片方成功ナインフォー、イエーイ、後攻ユーマロ、イエーイ、勝者ナインフォーです。ユーマロに大きな拍手送ってください。ナイスパニック、ナイスパニック、はい、先攻 SHJ 高校シューターをレディーファイト。特に何も俺も考えじゃない、でも目の前の相手戦えて嬉しいな、相手がいろんなやつだったら容赦しない、でもそんな言葉語すほど今日は楽しい、街から街いろんなやつが集まり、楽しいラップ繰り広げられる、これってハッピーだから聞いてくれ、踊ってくれ、いいんじゃないところ子供のまなこで見せてくれ、いいんじゃねとか言ってるけど、あんた、あ、自分がラップしてる時に俺の目を見るよ、マジでずっと目をつぶってマジなせーな、イエー、全国ナイスパニック調子どうだよ、マジでぶちかましてきたぜ、今日は本戦前残って全国20勝本戦まで行ってやるからよ、イエー、マジこの東京のフローでも問答無用でさ、ボンコボンコ、そこのフロー言ったっても乗り方何もできてないじゃん、それで乗り方喋るめちゃめちゃ恥ずかしい、同じこと言ってもないじゃん、いや、だからもさっきのやつが言った、俺たちラッパー言葉だけでまだ意志感じるんです、気持ちよくフィボナッチ数列、これでいいですかねえ皆さん、これでいいですか、これが SHJ のラップですよ、だから楽しませてやる、言っとくけど俺は目と目合わせるんじゃねえ、日常でもラッパー形取るんです、いや、お前のこうよりこっちのこうの方が絶対に気持ちいいよ、俺ラッパーだからラップで仕事をします、死の殺し屋で人殺します、マジで酔いだぜ、今回勝ちに来てる、こんなとこで負けるわけにはいかねえから、そうフロー俺もできるよ、適当に乗りこなすことができれば俺の方が絶対にうまいから、今日はお前をこの場でぶち殺す、ああ、お前と戦ったの思い出すよ、だけど俺のラップの方がかっこよい、まるでエミネムラップコーチみたいにかますだけ、俺のこのスキルいつでもそうだぜ、対戦相手を殺す気、やっててだけ殺す気のようなラップではない、って言葉からせるだけで完成だ、このラップ限定、yeah、 お前のラップ聞いてから俺がラップかますからチェックしときな、みたいな感じでまたかますフリースタイル、 yeah、 yeah、 おいどうしたルイス、今日は全然勢いねえな、尻込みしてんじゃねえのか、もっとやる気を出せよ、やる気がない歩きなさい自分の道、俺のスキルはそう金なんていらねえ、薄利多売だぜ、ああそういうことだよ、お前はもうダメじゃん、負けちゃってんじゃねえの、気落ちしてんじゃねえの、気持ちだけで挑んでこいよ、ぎこちがないお前のバース、お前のバース、お
前も仲間しょってんだろ、一人じゃないんだろ。こいつが言ってたハゲリだバイ、こう言われたらまず勝つしかない、本当に勝つわけにはない、そういうお前わけにはないって言葉からせるでラップしかないってところ分からせるだけで間違いない、このリズム決め見せつけるだけでみんな分かせる、これからパートぜ間違いもね負けてるだけ、そんなことはね言葉でどこまで届かせるか見せるだけだぜ、俺のかけがえがねこのフローでフロー、フローで高揚させることもできる、俺のこのスキルで分からせるだけさ、お前はもうふざけちいたもんだ、はい、結局早口ばっか、こいつが使ってんのは小手先技だから、いつまでも底辺で飛べないままなんだよ。あ、俺のハートは折れないから、これが俺なりのラップ、俺なりのスタイル、オリジナルカラーだよ。それがわかるか、お前何、さっきこのバトル3回優勝したクソほどどうでもいいよ、クソとのよその舞台で優勝自慢してくれよルイス君、今日はルイス君突き飛ばす、俺が柔道にいたんだよ。いや、絵がしたビートが乗り方、早口だけじゃないのは俺のスタンスだって、ラップがどうしてもバイヤー、さっき当時が流れてたまま倍速のハイヤー、それだけでもいいけども乗せるだけでフィー、上げるだけどこれもフィー、 あんたのグループがもうめちゃ好きだけども、俺もラップが好きだから、あんたとセッションがしてみたいの。俺もラップがめちゃ好き、ゾーンに乗せ続く首立てで振る、なぜだろうこの音楽の神秘性、つなぎ止めるダディミックス、yeah、 俺はマジで超楽しい、遊んじゃってすいませんね、ロード MC 弾けたいなね、この場で封鎖、めっちゃ吸ってケミカル万歳、yes、 ケミカルが万歳って言ってるけど、リズム感を取れていない、どっちかはわかんないけども、ラップが上手いおっさんだけがリズム取れると思ってる、ファーク街でバカネだってリズム取れるから、ラップ上手いどっちがわかる、これもスキルかな、わかる会場の合わせてビートのみんなをビートに合わせラップショー、ラップがどっち上手いかわからないけど、これスムースやるわ、なんだって早くディナーで適当にちょっとだけ入れる、こんなスパイスそんなもんでいい、音楽っていうのはいろんなミュージック、人それぞれの首立てにプラスヘッドアップ調子いい、この感じ通りながらファイファイ、俺もできるんだぜ早くしろ、プレこのまま入ってハイゾーローバーチャー、ビートスピーツ、あんたとは初めまして、真面目な姿勢見せるからちゃんとバトルしようぜ、相手が誰だろうが関係ねえ、俺は賞金が欲しい、生活がままならねえからな、そこから何を生み出すか、スピーチとスピードはどんどん出していくぜ、それに追いつけるかどうかはまずは試したい、ヘイ時代なんて関係ねえ、放課も関係ねえ、まずは心の灯火を消化しようか、おめえの生活がどうこうだったら言ったら俺だってバツイチ子持ちよ、同じ土俵だ、おめえがどうだか知らねえけど俺だってハゲてるんだぜ、アデランスでこんだけハゲた昔のやつらは知ってるよ、えいよこうやって自虐ネタもやっているぜ、つうかおめえよいい目してんじゃねえか、えいよ職質されても大丈夫拒否しろよ、あの池袋の元委員長が捕まらなければ拒否しろみんなよ、あんたほどハゲてねえけどな、俺も髪の毛ベタンコになっちまう、髪質が硬いんだよ、それはコンプレックス、なんかドープなセックスみたいな、こんなラップバトルが好きだから今もやってる、これで勝ってく食ってくのは無理やと思ってた、だが弓を掴みたい、まだ捨てていない希望はあると思ってる、ガソリンも包丁も持ってね、俺が持ってんのはマイク1本、これだけで勝負する MC、お前こっちにいる奴らに言っとくけどヒップホップで食うのよ、ほんとこれだけなんだよ、生きてく価値と同じ 1% だけど 1% にかけてるヒップホップ、これが生きがやっぱ大好きだ、えいよやったもう10年やった執念、俺結婚したのがブレーキだけどやってる、やっぱここはステージ、酒場 2.5 畳、おめえのここは墓場じゃん、えい、さっきから聞いてりゃ今日初めてラップしましたみたいな、保険かけまくりなら保険証持って俺のとこ来いバーカ、保険診療いくらでもやってやるぜ、診察室でもっかいボコボコだけどその前にここでまたボコ、はいそうですね、でも僕医者とかあんま信用しないタイプ、ナチュラルに太陽の力を借りて生きてます、言葉と風に乗せて君の元へ届けたい、だからここに立ってる You know かっこいいけどなんかわかんねえけど俺の方がマジやべえな、医療なめんじゃねえ、お前の家族が具合悪くなった時に同じこと言って日光浴だけしてろボケ、昼間ならばゴッドハンドドクター、マイク持てば言葉のボクサー、お前なんて一撃だよ、わかんだろいいね俺の中にある心の差しを君にここに届けるために立ってる、確かに太陽に焼けてる、俺自転車が好きだからわかってる、太陽と生きてることをすなわちそれ一つと考えて生きる、それだけで生きてる、
だから空気を吸ってる。さっきからぴょんぴょん跳ねてんじゃねえ、お前はまるで紅の豚みたいなもんだぜ。売れない子豚そこで仕留めちゃう、植えたい分さみたいなもんだぜ。お前がボクシング知らねえ、勝手にやっとけ。まるでキングボクシー、俺はヒップホップシーンに食らってる、あくまで日本人だ。売れない子豚が23区の西の国立の方でラップ続けて31歳、超楽しい。I'm like, hey. どこがこれ小刻み、お重たいとこ乗せてるスキームスチームでプシュ。いやいやもう聞いてたこいつのラップ、お前のライブじゃねえんだよ。マスターベーションやる気出してくれ 100%、 俺は 0%、 あくまでお前はペーパーメイクみたいなもんだな。しっかりやる気は満タンか、バイブスは満タン、お前のライブじゃつまんねえ、食らわねえ、ライブ不完全。こいつのライブマジでだいぶつまんねえ。ああすごい辛辣なこと、ペップ免許辛辣なこと、無免許ペーパープリウスを前に突っ込む、はあ、プッパナイス。俺は上級国民じゃねえ、選挙行こうぜ、みんな明日の未来、俺の未来スキンポッキューセシェイナイスパニー。さあ決めてください、先行スキム高校ハイダロー、少佐ハイダロー、スキムにも拍手。